イラスト、アニメを描くのが大好き。七色ボイスのお絵描き天使、財山麻耶と申します。本日は髪が巻き込まれないアイリスペイントで瞬きのさせ方をご紹介します。今回使用するのはスマホ用のお絵描きアプリアイビスペイント。 iOS と Android で配信されています。顔以外も動かしたい場合は以前投稿した内部 2D 風動画を作ってみたをご参考になってくださいませ。はじめはアイビスペイント公式 YouTube さんの出していた瞬きのさせ方の動画を参考に制作していたんですが、そのやり方ですとどうしても前髪ですとか周りの髪の毛の部分が巻き込まれてビヨーンって伸びてしまうんです。今回はそれを少し改善して髪の毛がこのように引っ張られないようにいたしました。ご参考にしてくださったら嬉しいです。用意するパーツはまつげと前髪のない体だけのパーツ、まつげとまぶただけのパーツ、前髪だけのパーツの3つです。用意したパーツはこちらの写真読み込み、もしくはキャンバスを開いた後のカメラのマークから読み込みます。実際にまぶたの部分だけのレイヤーをタップして変形させていきましょう。 1,2 の順番でまぶたのレイヤーを選択してください。使用するペンは特殊ペンから歪みペン、歪みタイプは引きずりです。では実際に変形させてあげましょう。ペンの太さは右下のバーから調整することができます。細かい部分はペンの太さを細くしてちょんちょんとつつくようにして調整します。一通り細かい部分を調整したら画面を引いて全体のバランスを整えてあげます。まつげが細すぎる場合、拡大の歪みペンを使って調整してあげます。最後に引きずりの歪みペンに戻して微調整をしてあげれば完成です。矢印の部分から強さを調整してあげれば瞬きをさせることができます。他にもアイビスペイントでライブ 2D 風動画の作り方、歪みペンで表情が変わる動画の作り方、オリジナルイラストの MV やイラストメイキングなども投稿しています。最後まで見てくださりありがとうございました。チャンネル登録、高評価、低評価、コメント、ベルマークから通知、 Twitter のフォローもしてくださると嬉しいです。お相手は七色ボイスのお絵描き天使、さやままやでございました。また来週の日曜日にお会いしましょう。またね。